朝岡はじめによる、トゥールビオン腕時計。朝岡はじめは、日本の時計師、プロダクトデザイナー。スイス独立時計師アカデミー所属。東京時計精密株式会社創業者。東京芸術大学デザイン科卒業。神奈川県茅ヶ崎市出身。高級腕時計を伝統的な方法で作る、日本人初の独立時計師で、日本初となる。 トゥールビヨン搭載自社製ムーブメントの腕時計を発表した。朝岡自身がデザインから部品製造、組み立てに至るすべての工程を行い、自身の名を冠した時計の年間製造本数は数本。顧客には王室や世界的な時計コレクターが名を連ねる。1990年、東京芸術大学デザイン科卒業。その後、プロダクトデザイナーとして、 キャリアを歩んだ。1990年代半ばに腕時計セレクトショップであるティコタクの依頼により、マガーニカとコラボレーションした時計をデザイン。朝岡発の腕時計のデザインであった。また、グラフィックデザイナーとしても活動し、ダンヒルなど多くの大手ブランドの広告のグラフィックを手掛けた。2005年、独学で時計製造を学んだ後、時計制作を開始。 2009年、日本で初めてトゥールビオン搭載自社製ムーブメントの腕時計を発表。翌2010年に改良して、地震、噴水をセンターにしたトゥールビオン1を完成させた。2011年、日本初の独立時計士として活動を開始。和光からトゥールビオン1を発売開始。税込み価格は682万5000円。2013年より、 スイスのバーゼルワールドに毎年出展。同年に独立とケーシーアカデミー巡回員に選出されるサンハリモデル津波を発表。ムーブメントの約半分に当たる15ミリという大型のフリースプラングテンプが特徴のロービートモデルである。2014年航空、宇宙産業に携わる雪精密、工具メーカー OSG とコラボレーションしたプロジェクト T を発表。 一部の軸受けには受け石の代わりにボールベアリングが用いられている。トゥールビヨンキャリッジの軸受けには日本製の世界最小ボールベアリングを搭載。同年、村上隆とのコラボレーションモデルである、はじめ朝岡、隆村上トゥールビヨンを発表。2015年、アカデミーの正会員に昇格。田崎の初の腕時計コレクションである。 タサキタイム P シーズのオデッサトゥールビオンにトゥールビオンを提供。2016年トゥールビオンピュラを発表。トゥールビオンの機能美を追求したモデルでトゥールビオンキャリッジは A7075 ジュラルミンを削り出したものを使用。2017年バーゼルワールドで自身の設計によるクロノグラフを世界3本限定で発表。税込み価格は1296万円。 世界巡回展、マッチムエーカーズ、ザ・マスターズ・オブ・アート・ハーラジーに参加。2018年、東京時計精密株式会社を設立。同年、時計ブランド、黒の東京を、腕時計セレクトショップのティコタクトのコラボレーションにより、スタート。黒の東京のコンセプトは、朝岡はじめのプライベートウォッチであり、朝岡はじめがデザインを手掛け、東京時計精密が製造する。 高級時計ブランドである。2019年、黒の東京の海外版として、カタカナの黒ののロゴを有するブランド、黒の文京、東京を開始。2020年、黒の文京東京の2モデルが、時計界のオスカーと呼ばれる、ジュネーブウォッチメイキンググランプリ2020にノミネート。ノミネートされたモデルは、クロノグラフ1と、アニバーサリーグリーン、森、森、 黒の東京の時計、クロノグラフに、全世界500本限定。2021年2月発表。ブランド発表によると予約開始後3分5秒で、完売。津波37ミリのケース径を持つ3針時計。朝岡が設計したムーブメントは、ムーブメント直径の約半分に及ぶ、直径15ミリの大型のフリースプラングテンプを搭載。 ゆったりと動く大型のテンプは1950年代から1960年代のロービート腕時計を継承するものである。ムーブメントのジータヤオケは洋銀製。デザインや組み立てはもちろん、このモデルに使われているほぼすべての部品の製作も自社のアトリエで行われている。津波はユニークピースも数種類存在。プロジェクト T 日本の技術力を結集したトゥールビオン。 航空、宇宙産業に携わる雪精密と工具メーカー OSG による高い精度の加工技術が浅岡の時計製造と結びついたモデル。一部の軸受けには受け石の代わりにボールベアリングが用いられています。トゥールビヨンキャリッジの軸受けには日本製の世界最小ボールベアリングを搭載。トゥールビヨンを含む超速装置はモジュールとして独立した構造をしている。 この構造は、受け石よりも正確な軸の位置決めが要求される、ボールベアリングの使用には欠かせない構造である。トゥールビオンピュラトゥールビオンの機能美を追求したモデル。トゥールビオンキャリッジは A7075 ジュラルミンを削り出したものである。A7075 ジュラルミンは、航空機やライフルに使用される素材で、比重の低さと耐久性を特徴としている。 A7075 ジュラルミンをトゥールビヨンキャリッジの素材に用いる利点として、高箱から供給されるエネルギーがトゥールビヨンキャリッジの回転に過度に配分されるのを防ぎ、振り角を高く維持できることが挙げられる。テンプにはトゥールビヨンとしては珍しいフリースプラングテンプを採用、緩急を調整してもテンプの軸が中心からずれない利点がある。ピュラノガのごとく、 シンプルなデザインだが、その分、針の丸みを帯びた仕上げや、面取りの施された、トゥールビオンブリッジ、歪みなく、仕上げられた、ケースなどの、高級時計のディテールが際立っている。クロノグラフ1950年代、60年代の、手巻きクロノグラフを発展させたクロノグラフ。自分針はオフセットに配置し、オープンダイヤルで、クロノグラフの、複雑なメカが持つ美しさを表現。 スイス製最高級クロノグラフのごく一部でのみ、採用されてきたキャップ付きのコラムホイールを筆頭に、キャリングアームの水平クラッチ、ブレーキレバーにプッシュボタン、スライディングギア等の機構を省略することなく搭載し、一つ一つの部品に高級時計の伝統的な仕上げが施されている。クロノグラフムーブメントは3針、時計津波のムーブメントをベースとし、クロノグラフモジュールが載っている。 15ミリという大型のフリースプラングテンプを有し、駆動のための弧箱も大型である。そのことにより、水平クラッチの欠点である、クロノグラフ作動時の振り角の減少を最小限に防いでいる。2013年から2019年、バーゼルワールド2018年、ワッチムエイカーズ、ザ・マスターズ・オブ・アート・ハーラジー2021年、ルーブル、アブダビエキシビション、ソウソフ、 佐岡はじめ、早々白布、渡辺聡、志、王子、脇構造、樹白布川北雄二、王子、江上奈美夫、王子、江上藤夫ジャパンメイドトゥールビヨン、超高級機械支給で時計に挑んだ、日本のものづくり日刊工業新聞社、2015年、ISBN978 から45億2607万4646手作りとハイテクの融合から生まれる、 理想の機械式時計現代の独立時計師、朝岡はじめ、ビジョナリーマガジンバイレクサス、2018年4月9日、AB 日本人独立時計師の手による、トゥールビオンウォッチ、トゥールビオン1、ITMEDIA.JP、2011年7月4日、AB 独立時計師、朝岡はじめが、デザイン、設計する、機械式腕時計、黒の東京、 チックタック。2021年4月8日閲覧。ホワイト。アイボートイット。はじめ朝岡津波。クイル &PAD。2021年4月8日。閲覧。世界が注目する独立時計師。朝岡はじめの時計変歴をたどりながら、プロダクトとして時計を作る。その原点。時計ビギン。2021年4月8日閲覧。ハイフライヤーズ。16ボリューム2。 ハイフライヤーズ。2021年4月16日。閲覧。はじめ朝岡。ダーソシー。2021年4月8日閲覧。津波。公式サイト。2021年4月8日閲覧。プロジェクト T。はじめ朝岡。2021年4月8日閲覧。日本の独立時計士が語るジャパンテクノロジー。ウェブクロノス。2019年9月17日田崎が。 高級腕時計市場に参入。朝岡はじめによるトゥールビヨンも、fashionsnap.com。2015年6月3日、トゥールビヨンピュラ。はじめ朝岡。2021年4月8日閲覧。クロノグラフ。はじめ朝岡。2021年4月8日閲覧。ワッチムエイカーズ。マキシマギャラリー。2021年4月13日、閲覧。 黒の東京クロノグラフをデザイン、設計した独立時計師、浅岡はじめ氏の腕時計へのパッションとは、キコタク2020年12月22日、黒の東京、東京時計精密株式会社、2021年4月8日閲覧、はじめ浅岡、黒の黒の文京東京、グレールウォッチ2021年4月8日閲覧、 黒の東京を倍始め、朝岡黒のクロノグラフ1。GPA 一時、2021年4月8日閲覧。黒の東京を倍始め、朝岡黒のアニバーサリーグリーン。森、森。GPA 一時、2021年4月8日閲覧。クロノグラフ2ポスト。黒のバイはじめ朝岡。2021年4月8日閲覧。津波。 はじめ朝岡2021年4月9日閲覧津波ユニークピース時計ビギン2021年4月9日閲覧津波時計ビギン2021年4月9日閲覧ミネベア外径 1.5mm ボールベアリングが世界最小の量産可能なスチール製ボールベアリングとしてギネス世界記録に認定されましたミネベア三ズ 2021年4月9日閲覧。プロジェクト T。はじめ朝岡。2021年4月9日閲覧。トゥールビーオンプラ。はじめ朝岡。2021年4月9日閲覧。クロノグラフ。はじめ朝岡。2021年4月9日閲覧。ワッチムエイカーズ。マキシマギャラリー。2021年4月13日。閲覧。ありがとうございます。